マリース・アキーム・スペーツはアメリカ合衆国のフロリダ州セント・ピーターズバーグ出身のバスケットボール選手。ポジションはパワーフォワード、センター。身長208センチメートル、体重116キログラム。フロリダ大学ゲーターズでジョアキム・ノア、ある方法ド・コーリー・ブリュワー,ーらとプレーし、2007年 NCWA トーナメントに出場し優勝した。 フィラデルフィアセブンティシクサーズ2008-2009シーズン2008年の NBA ドラフトでフィラデルフィアセブンティシクサーズから全体16位指名を受け NBA プレイヤーとしてスタートを切った。ルーキーシーズンには79試合に出場しフィールドゴール成功率502とフリースロー成功率773の記録を残した。 2009-2010シーズン11月14日、シカゴブルズ戦で、左膝の全十字人体を部分断裂し、14試合を欠場し、その後は、エルトンブランドの活躍もあり出場時間が制限された。2010-2011シーズンシクサーズは、新ヘッドコーチにダグコリンズが就任し、ディフェンス重視の体制となり、オフェンス主体のスペイツに影響し成績を落とした。 メンフィス・グリズリーズ2011-2012シーズンシクサーズニューオーリンズ・ホーネッツ・グリズリーズの3チームカントレードによりグリズリーズに移籍し2012年7月29日に期限付きフリーエージェントとなったその後スペイツは2年800万ドルでグリズリーズと契約し残留することとなったクリーブランド・キャバリアーズ2012-2013 シーズン2012年6月29日、キャバリアーズにトレードされ、39試合に出場し、キャリアハイの1試合平均10.2得点の成績を残した。ゴールデンステートウォリアーズ2013-2014、シーズン2013年7月12日、ウォリアーズと契約した。2014年2月10日、キャリアハイの32得点をフルスフィラデルフィアセブンティシクサーズ戦で記録した。 この試合では同時に8リバウンド、3ブロックの成績も残した。プレーオフでは1試合平均10分弱の出場時間で全7試合に出場し、平均6.3得点を記録した。2014から2015シーズン67勝15敗というチーム史上最高勝率を誇ったウォーリアーズのベンチ陣をアンドレイグダーラ、ショーン・リビングストン、 リアンドロ・バルボサラと共に支え、シーズン約16分の出場時間ながら、自己最高の平均10.6ポイントを記録。プレイオフに入ってからは、負傷に悩まされたものの、短時間で効率的な活躍を見せ、ウォリアーズの40年振りの NBA チャンピオンに貢献した。ロサンゼルス・クリッパーズ2016年7月8日、ロサンゼルス・クリッパーズとミニマム契約した。 オーランドマジック2017年7月27日、オーランドマジックと契約した。ミドルからの柔らかいタッチのショットが持ち味で、デビッドウェストと比較されている。短い時間で効果的な働きができると評価されている。ありがとうございます。